浅田墳墓群は、山口県山口市、浅田、吉木に所在する、弥生の墳墓から古墳への過渡期の母性の変遷が、たどれる遺跡である。別称は、浅田墳墓群大愛地区という、1982年4月30日、国の史跡に指定された。本墳墓群は、山口盆地南西部の丘陵線端部に位置し、弥生時代から、 古墳時代にかけての浅田墳墓群と総称される墓域が存在する。この墳墓群は四地区に分けられるが、最北の第一地区のみ依存し、史跡に指定されている。他地区は道路建設のために調査後に取り除かれ、消滅した。残った第一地区は、標高40メートルの丘陵先端部に所在する。そこには、弥生時代後期終末期の箱式石棺13期、 石二土工母4基、土工母12基、壺干墓4基、方形大丈夫1基と、古墳時代前期の円形大丈夫6基、後期の縦穴予告地式積室墳と墳球を持つ、横穴墓とが、各一基などの集団墓地が形成されている。この石棺は、弥生時代後期後半の方形大丈夫のもので、その副装品は、他の石棺のものに比べて、質量ともに豊かな内容であり、 小型の内向過問鏡、疎官刀通す、鉄釜、ガラスや海星の送信狂いなどの品々である。この時代にはすでに階層文化が始まっていたと考えられている。ありがとうございます。